A 障害、そして飛び上がり B 障害をクリアしまして、この後は第4障害になります。続いて第5障害はビッグログの障害、これをクリアしてきました。奈良県立大和高等学校から日本大学のスポーツ科学部にしました。14歳になります。先生は14番障害に向かいます。いい走りを見せます。奥号さあ、この馬は2年前の東京オリンピックのテストイベントにも大友選手が乗りまして走行しておりました。6番の障害物ブルーフェンスをクリアしてきまして、17番障害に向かいます。ここもスピードが落ちずそのままいきます。パラフィードから18番障害、水濠障害、まずエリアを取って2位に上がってきました。早く。